即体 A、管 B、項 C、飾り立ち D、借位、e、平尾 F、下重ねの裾 G、上の袴 H、大口袴即体は、平安時代以降の天皇威嚇下男子の清掃。一貫を宿直装束と呼ぶのに対し、即体は昼装束と呼ばれる。江戸期の縫い脇の宝武館装束を着た、絵門の1 9九十年、即位例にて、即体の構成は、 下から、ン、アコメ、下重ね、半肘、頬を着用。頬の上から、腰の部位に、革製のベルトである石体を当てる。袴は、大口袴、上の袴の2種類あり、大口を履き、その上に上の袴を重ねて履く。冠をかぶり、足には別を履く。上司と非王義を懐中し、尺を持つ。苦行、天上人は、魚体と呼ばれる。 装飾物を腰に下げた。なお、側帯には、文官、部官による区別があり、文官と3位以上の武官は、縫い脇法を用い、冠は、で令とした。4位以下の武官は、決定法を用い、冠は、兼営とした。さらに、武官、中塚佐将の官人、直居を得た3位以上の文官は、立ちを廃用した。その場合、立は、平尾でくくり、 腰に結びつけた。ありがとうございます。